ボナールチャンネルのマサです。今ね、ゆうやがうちに来る10分前なんですけど、今日の企画でカレーの中辛とカレーの甘口と辛口を混ぜたもの、これに味の変化があるのかっていう検証をするんですけど、その時にね、目隠しするんですよ。で、皆さんご存知ですよね、あいつ辛いの超苦手なんですよ。そこで今回こちらご用意しました。デスソース、ゆうやが中辛と甘口と辛口の食べ比べをしている時に、僕がこっそりあいつのスプーンにデスソース入れます。で、何も知らないゆうやがパクッと食べた時のあいつの反応はどうなのか、題して、あーどっちが中辛かなーと思ったら、実はそれがデスソースだった時です。見ていきましょう。そこに乗ってるんだ。こんにちは。ちょっと待って鼻かいてたわこんにちは。あ、ボナールチャンネルのマサです。いやです。今回はいや、よしのでいいよ。きょっかきょっこきょっこ、今日の企画は、はい、カレー。こういう時ありませんか。あー、なんか今日は甘いの食べたいな、うん、甘口食べたいな、今日は辛いの食べたいな、中辛食べたいな、辛いの食べたいな、辛口食べたいな、辛いの食べたいな、中辛食べたいな、辛いの食べたいな、辛口食べたいな。分かりづらいな確かに、と思ったんですけど、甘口と辛口を足したら、これ中辛のカレーになるんじゃないか。素晴らしい。中辛って中和の中ですから。まあまず普通に中辛は作ってですね、ここは2つ足したものを、ね、用意します。目隠しして、もうこれはどっちか分かんねえよってなったら、これね、もう家庭のね、そうそう、ご家庭の皆さんやってみてください。じゃあね、作っていきます。おう、作ってきましたよ。こっちが白の中辛、こっちが辛口の甘口を混ぜたもの。まず最初はこの白い普通の中辛を食べて、味の基準をね。そうだね。いただきます。辛っもう辛っ、弱すぎ、弱すぎ弱すぎるんだけど。もう覚えた、もう覚えた。俺先やっていい？いいよ。何回か食べさせてよ。じゃあね、今からやっていきます。じゃあまずね、最初はこっちから、こっち、じゃあ次こっち。なんか俺最初中辛食べた時、あ、結構中辛辛いんだなって思ったの。今は最初食べた方が辛かった気がした。ちょっと2回目後の方もう一回いいですか。後の方もう一回。あー、これ分かるかもしれない。マジ？最初食べたのが中辛、はい、で今食べたのが甘口と辛口のミックス。最初食べたのがこっちで、後食べたのが、後のがこっち。はい、正解です。マジマジで？マジ。こっちが最初？最初。じゃあ俺こっち2回だった。そう。あ、そう。あ、そうか。これ簡単って思ってたよじゃあ次は僕が調査します。ちょっと待って、分量だけ一瞬伸ばして。これ許されない。ゆうやはあれ、あの、あれいる？まあ、いいか、とりあえず食べてくれ。どっちやろうかな。どっちもいいよ。どっちでもいいの。うん。おい、やめろ、デスソース入れんのやめろ。じゃあ、まず俺結構ガチで言っていい？俺多分本当にわかると思ういやいやいや、もう俺絶対当てるから大丈夫。俺もそのままでやったよ。絶対当てるから大丈夫。だってもう全然味違うもん。ごめんごめん。最初食べたのがこっちで、あと食べたのデスソース。しかも違うしね。やば、辛っ。
ベストソース入れるのやめろって言ってたじゃん。あれなんで匂いしたの？俺すべてを想定してる。来る可能性が3割ぐらいあるなと思って。ってことでね、言えるベストソースドッキリ大成功。カレーは分かんないんで、多分中辛ないときは足しても大丈夫です。はい、ドッキリをかけられちゃいます。辛い、ずっと取れない。まあ、まだね、可愛いドッキリだったけど、これからどんどんいつか顔面にデスソースパイ投げつけるんで100倍で返します。ぜひね、カレーもやってみてください。はい、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。辛いぞ。お茶入れるか。カレー行こうぜ。カレー行くか。